子育て支援してあげるから、その代わりに先にその子育ての支援金をちょうだいって、こんなバカな政策をやってるわけです。子育て支援をするよりもみんなの給料を上げればいいんですよ。みんなが稼いだら所得が上がるという社会を作ればいいんですよ。なんでそんな簡単なこと考えないんですかと。間違った筋からお金をもらってるからです、政治家が。そして自分たちの中で裏金だの何だのって言ってお金を配ってるからなんですよ。こんないい加減な政治をやってたら、日本は全然、一生懸命日本人が毎日働いたって全然豊かにも強くもなりません。今ね、外国からたくさん観光客が来ます。それはですね、一つは日本は安いからですよ。何でも安全性、これを考えたらですね、今日本で例えばラーメン1杯、まあ高いところでも1000円ぐらいですか。これ他の先進国に行ったら3倍以上ですよ。それぐらい日本は安い国になっちゃってる。こういう現実をなぜ政治家がもっと危機だと捉えないのかっていうことなんです。例えばこれ日本人の給与がですね、今の倍だったら本当にここまで少子化って進んでるんです。